はい、皆さんこんにちは、りなです。見てる通りに私は今から出発します。以前の動画でも紹介した通りに私はドイツに行って、タカがここに置いときます。バイバイタカちゃん。もうめっちゃ楽しみにしてるけど、今日はその移動を動画にしたいと思います。では行きましょう。では駅に着きました。今からは長い長い移動になります。これからは名古屋駅に行って、名古屋駅から新幹線に乗って東京まで、東京でバスに乗り換えて成田空港まで、成田から飛行機でドバイまで、ドバイからミュンヘンまで、それ全部で24時間以上のトリップになります。もう始まったばかりでもう疲れてる。今日は良かったことにあんまり荷物がなくて、この大きいスーツケースだけで1個バックパックがあるんだけど、では東京まで16時29分12号車の席です。はい、ありがとうございます。電車があと10分ぐらいに来る。新幹線に乗りました。ちょうど5分前に乗ったけど、中の案内が5分間も続けます。なんか新幹線の中の案内が長すぎると思ったことありませんか？ドイツにはそんなに長くないから、なんか未だにカルチャーショックです。もうそろそろ品川に到着する。今ちょっとオーディオブックを聞いて、時間があっという間に終わっちゃったって感じ。無事に東京に着いた。15分後に成田駅のバスが出発するから、ちょっとだけ急がなきゃいけないかな。バスが出発するまで残り8分しかなくて、チケットがまだ買ってなくて、間に合うのかな。IC カードでお願いします。はい、ありがとうございます。行きましたか？はい、OK。 はぁ、間に合いました。はい、今からはまた1時間ゆっくりして、で成田に着いて、そこでだいぶ余裕があるから、まあ、チェックインしながらちょっとお土産を買いながらやりたいと思います。この後ろのバスで今成田のターミナルに着きました。夜の7時25分です。4月に帰った時にだいぶチェックイン時間かかりましたので、今回はちょっと早めに行って、やっぱり結構並んでますよ。この7時にも結構並んでる。前回と比べてだいぶ外国人が多いなという感じで、国がオープンしたという感じはするけど、7時半以降に出発する便がそれでもまだだいぶ少ないですね。来年に向けてもうちょっと多くなってほしいな。チェックインはどれぐらいかかるのかな。今はちょうど7時半です。通ったらまた教えます。はい、チェックインできました。35分ぐらい全部でかかってて、全然前回より早かったです。前回はそのワクチンパスポートとかのチェックがあったけど、今はドイツに入るともう完全にコロナ前の状況に戻ったので、すごい楽。日本に帰るときにちょっとだけそのワクチンがある証明をしなきゃいけないので、ちょっとだけまだめんどくさいけど、それはまたその時に心配すべきだと思う。今エアポートモールに向かってる。なんかエアポートモールはこの時間にはもう何にもない、全部閉まってる。ちょっとだけなんか食べたり買い物したりしたかったけど、何にもない。もう本当に何もなかったから、とりあえずセキュリティを通ってそこら辺でなんか空いてるかどうかを見てみたいと思います。ではではでは、8時20分にセキュリティを通って出国も終わったので、めっちゃ時間があります。ちょっとなんかお店全然開いてなくて、全部閉まってるから
やることないと思う。あっちにお店がやってるお店見つけたので、そこでちょっとだけお土産を買おうかなと思いました。このチョコを最近食べてめっちゃ美味しかった。そんな高いんだね。友達にキットカットを買おうかなと思いました。わさび味のキットカットがあります。あとはこの東京バナナのキットカットも面白いかなと思いましたので、この2つを買って、今からは1時間以上待たなきゃいけないから、ここでちょっとなんかを見ながら1時間を時間を尽くしをしようと思ってます。さっき電話したけど何だった？何もないよ。何もないの？何もない、無事に着いたかなと思って。もう寂しいってことだね。違う違う、無事に着いたかなと思って。うん、無事に着いたよ。一人で迷子になってないかなと思って。一人で迷子になってないよ。あと7分後にボーディングが始まるはずなので、今ゲートに向かってる。ボーディングがまだ始まってないけど、めちゃめちゃ並んでる。みんなボーディングが始まってから25分ぐらい経ったけど、まだだいぶ人が待ってる。ありがとうございます。ではでは、席に座れたけど、この飛行機本当に満員ですごいです。まあ今から11時間ぐらいかかってドバイまで行きます。皆さんおやすみなさい。めちゃめちゃ暗いけど、これ今日のご飯です。全く見えないと思うけど、ミートボールにマッシュとポテト。あっという間に11時間ぐらい経ちましたよ。私は6時間ぐらいぐっすり寝れたし、夜ご飯も朝ご飯も食べたし、あとなんかハリポッター的な、番組とかいくつかを見たから、まああと20分ぐらいでドバイに着きます。はい、着きました。ドバイです。あと3時間後ぐらいに次の電車が、電車じゃない次の飛行機が来るんだけど、それまでにはちょっとラウンジでゆっくりしたい。ドバイの空港がでかすぎて、ラウンジがいくつかあるんだけど、なんかゲートからめちゃめちゃ遠い。なんか日本も寒かったし、ドイツも寒いから、これめっちゃあったかいユニクロのやつを着てるんだけど、ドバイはさすがに暑い。はい、今セキュリティチェックを通って、これからラウンジを探す。はい、近くのラウンジを見つけた。今までと全然違うラウンジで、すごい静かで、あまり周りに人がいなくて、でビュッフェもあるし、でもちろんレナなら一番感動するのがパンです。めちゃめちゃ種類があるよ。ケーキ的なものとか、ヨーグルトとか、フルーツとか、めっちゃめっちゃいい。ではでは、なんかすごいイギリスっぽい朝食。ベイクトトマトとマッシュルーム、ハッシュポテトと卵で、もちろん私は選んだのがパン、黒いパンと、あとアーモンドクロワッサンがデザートとして。いただきます。うん、あったかくてジューシーで美味しい。うん、マッシュルームも美味しい。私あんまりお腹減ってないけど、暇つぶしというか、さっき飛行機の中の朝ごはんあんまり美味しくなかったし。はい、ではボーディングの時間が近づいてきたから、今からゲートに向かいたいと思います。デパーチャーゲート、デューティーフリーレベル。やばいかも。私は A19 だと思ってたら C19 だから、ここから歩いて20分って書いてあった。やばいやばいやばい、思ってたよりやばいよ。あの A から C に行くのに電車に乗らなきゃいけない。ここは電車の駅で、次の電車が2分後に来るって書いてあった。これみたいな電車。ここら辺がなんか見たことある、なんか前も通ったと思うけど、まだ B エリアにいるから C がまだ遠いってこと。はい、ゲート C が来ました。C19
ミュンヘン行き間に合いました。いつも通り早すぎた。ここら辺でめちゃめちゃ人が待ってて、ゲートがまだ開いてない。で、私めっちゃ汗かいてる。これ暑すぎてドバイだし辛い。今日の飛行機はこれですよ。はぁ、やっと座れた。出発しました。今から5時間50分かかる。なのでちょっと寝ようと思ってます。ご飯としてちょっとなんか甘いパンみたいなのが来て、めちゃめちゃいい匂いするし、あったかいし、で景色もめちゃめちゃいい。雲で世界が真っ白だと思ったら、雪で世界が真っ白白だよ。見てすごいよ。ドイツに到着です。はい、30分ぐらいかかったけどやっと飛行機から出てる。周り誰もマスクつけてないのがびっくりだよ。それではセキュリティを通って今は荷物を待ってるんだけど、今日はだいぶ時間かかってる。到着してからほぼ1時間経ったし、来ました。よいしょ。はい、ではでは家に着きました。途中にはバテリーが切れちゃったからちょっと取れなくて、このバテリーも死にそうで、もう本当に早速ドイツに着きました。次の動画からドイツのコンテンツが来ます。なのでまだチャンネル登録してない人はぜひチャンネル登録お願いします。この動画が楽しかったならぜひいいねボタン押してくださいね。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。